これより会議を開きます内閣提出国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。この際お諮りいたします、両案審査のため本日、政府参考人として子ども家庭庁長官官房審議官野村聡君、法務省大臣官房司法 厚生部長、竹内勉君、文部科学省大臣官房審議官、西条正明君、厚生労働省大臣官房危機管理、医務技術総括審議官、浅沼和成君、大臣官房生活衛生食品安全審議官、佐々木正弘君、健康局長、佐原康之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。 ご意義なしと認めます、よってそのように決しました、質疑の申し出がありますので、えー、順次、これを許します。吉田恒彦君。吉田恒彦君。おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。<laughs> 本日は、国立健康危機管理研究機構法、通称、日本版 CDC 法案の質疑を行います。今回の新型コロナ感染症への対応に関しては、さまざまな課題が指摘されていると承知しております。例えば、行政確保の感染症 危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織や有事における法規制を整備する必要性、さまざまな立場から情報収集、分析できるような体制づくり、地方公共団体が安心して情報提供できるような環境整備、特にトランスレーショナルリサーチにつながる基礎研究も含めた研究環境の向上等が課題として挙げられています。これらののの課題への対応の一環としして先に成立した新型インンフルエンザ特別措置法改正案では 政府の司令塔機能の強化として、内閣感染症危機管理統括庁が設置されることになりました。また感染症等の調査、研究、医療の提供、人材の要請等を行うとともに、感染症危機の発生時に疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し、科学的知見を提供できる体制の強化を図るための感染症等に関する新たな専門家組織の創設が求められるようになり、その中で我が国でも、米国のいわゆる CDC、 アメリカ疾病予防管理センター、同様の組織が必要でないかという指摘がされて、このたの法案提出に至ったと承知しております。まあ、以前から私は国立感染症研究所、まあ、感染研ですね、の強化を訴えてまいりました、た、ま、だこの感染研の抱えるさまざまな問題が、我が国の感染症対策にとどまらず、医学研究、ブレインサーキュレーション、トランスレーショナルリサーチ、そして医薬品開発など、さまざまな我が国の問題が集約されていると指摘をしてきております。 本日はこのような問題点がです、ね、この法案によって設置される日本版 CDC によって解消されるのかしっかり伺ってまいります、えー、以前、内 <laughs> 閣議員など厚生労働委員会の連合審査でのです、ね、新型インフルエンザ特措法改正案の審議において内閣感染初期管理統括庁サイドからの日本版 CDC との連携についての質問を予定して通告もしてありましたが時間が不足してできませんでした今回逆にです、ね、日本版 CDC 国立健康危機管理研究機構を所管する立場でまた感染症対策部という組織を持つ厚生労働省に、逆に内閣感染症危機管理統括庁との連携について伺います。まあ、5月8日からです、ね、感染症法上の位置づけは2類相当から季節性インフルエンザと同等のです、ね、5類感染症へと変更になりました。まだ今国会会でではです、ね、内,閣内閣委員会で新型インフル特措法の改正によって 内閣感染症危機管理統括所が設置される法案が審議され、4月21日に成立しています。また厚労省の中で,です、ね、健康生活衛生局のもとにです、ね、感染症対策を設置して、省内全体の取りまとめを行うとお聞きしています。このようなです、ね、我が国の感染症対策に大きな,大きな変化が加えられているわけであります。今回このです、ね日本版まあ、通称日本版 CD 法がが審議されるわけですが <laughs> 感染症対策部と国立健康危機管理研究機構、そして内閣感染症危機管理統括庁との連携をどのようにしていくのかということが法案のポイントの一つであります。また今後の我が国の感染症対策の肝であると考えます。えー、ま従前から私も申し上げておりますが、アメリカでは CDC がです、ね、感染症対策の上で非常に大きな権限を持っている、まあ、これはもう皆さんご承知のことです。で私感感覚的に感じてて思っていることは 米国では今回の感染症、パンデミックの発生において CD、CDC の発達役割は極めて大きくです、ね、CDC が政策立案し、事実上決定するという方向性であります、以前です、ね、法案の省庁に関して、省庁にレッグをいただいたときにです、ね、まあ、アメリカでは形式的な、えー、決定権限は各州政府、まあ、合衆国ですからね、アメリカは、にあるという話ですから、CDC がまあ政策立案することによって、ほぼ自動的に予算がつくというイメージが。 われわれには、私にはあります、これは意義がほとんどないんじゃないかと思うんですが、今回の日本版 CDC 法案と、先に成立した統括庁設置を定めたインフル特措新型インフル特措法改正案を見るとです、ね、日本版 CDC にそこまでの権限がないような感覚ですし、そのような権限がないと読み取れますよね、でまあ、設置が決まった統括庁が全体の司令塔、少なくとも1億は担っていると思いますが、 それではです、ね、パンデミックに際して、日本版 CDC が蓄積していく科学的知見をどのように政策に反映するのか、逆に統括庁からどのようなことを、CD、日本版 CDC に求めていくのか、連携をどのように取っていくのか、そこはまあ重要であるわけでありますが、まあ、懸念するのはです、ね、今回、内閣感染症危機管理統括庁は内閣官房に設置される、一方で、日本版 CDC は厚生労働省のもとに設置されます。 厚生労働大臣、厚生労働省の元に設置された感染症対策部とい,いわゆるクッションに当たるような、ね、部署がある中で、3者の有機的な連携をどのように取るのか、そしてアウトプットにどうやってつなげるのかということを確認したいんですが、まずこれ、大臣でも、浅沼審議官の大臣お願いします加藤大臣。あの今、委員があの整理していただいたように、まずあの国立健康危機管理研究機構、これあの、 内閣全体の総合調整機能を持っていて、まあ、特にその感染症の発生よりまん延の防止に関して持っているという、これは明確になっています。そうした傘の下において、厚労省、私ども、まあ、厚労大臣がこの新しい機構、国立健康危機管理研究機構を監督するという立場にあり、実際の組織的に申し上げれば、あの厚労省の中にできます感染症対策本部が、感染対策部がですね、 えー、当該機構を監督するというのが、まあ、組織的な意味での,あの枠組みとなります。で、その上で、えー、政府の感染症対策を一体だけ実測に進めるため、まあ、機構は科学的知見を厚生労働省だけではなくて、政府の司令塔でもある統括庁にも直接提供する役割を担う,とうことを明確にしております。で具体的には、平時から感染症に対する情報収集分析を機構は行い、 質の高い科学的知見を統括庁などに提供すると、また統括庁の求めに応じ、調査研究などを行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するということでありますので、単にすべて厚労省を介するだけではなくて、直にそうしたやり取りもできると、こういう仕組みになっているところであります吉田恒彦君。大臣ありがとうございますあの 分かりやすすいい説明だったと思いますえと先日、すね、我々の会派の厚生労働部門、立憲民主党新型コロナ対策本部合同会議で、ですね、あの,、まあ我々の質疑、質問に対してです、ね、役所からいただいたペーパーで、まあ、ちょっと大事なことなんで読みますけど、内閣感染症危機管理統括の役割は、一つ厚労省等との一体性を確保しつつ、国及び地方団公共団体による、 感染症危機への対応を総括し、司令塔機能を担うと。二つ目に国立健康危機管理機構、研究機構の科学的知見等を踏まえ、基本的な方針等に関わる政策立案を行う。三つ目に有事には特措に基づいて設置される、えー、政府対策本部の事務を処理、えー、とされており、えー、厚生労働省感染症対策部の役割は、えー、感染症対策について予防接種、検査、保健所の業務指導、検疫等の業務一般 具体的に実施するともに感染症危機対応の業務に関する厚生労働省への取りまとめを行う、次に国立健康危機管理研究機構の科学的知見等を踏まえ、政策立案を行う、次に国立健康危機管理研究機構を監督する、次に有事には厚生労働省厚労働大臣による都道府県知事等に対する支持権等を保有とされています。そして国立研究危機管理研究機構については、 一つ、全国的な情報基盤、基礎から臨床までの一体的な研究基盤、外部専門家との連携により質の高い科学的知見を獲得し、内閣感染症危機管理、統括庁及び厚生労働省、感染症対策に迅速に提供する、地方衛生研究所等に対する研修や技術支援を行うともに、地方衛生研究所等からの地域の感染情報等の提供を受け、全国的な感染症状況の分析等を行う。えー、次に、 緊急時の厚生労働大臣の監督指揮命令に基づく検体採取、収集等の感染症法に関わる業務を行うとともに、総合診療機能を生かした高度専門的な入院治療等を提供するとされていますが、結局のところ、形の上ではです、ね、一応、内閣感染症危機管理統括庁が全体の資金を有するのかなという、このご説明だとぼんやりわかるんですが、 実質的な権限はりちょっと今一つわからないんですが、浅野じゃにお伺いするんですが、まあ、この内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省感染症対策部、国立健康危機管理研究機構がどのように役割を受けどのように連携していくのか、大臣がさっきお話しいただいてますけれども、大まかに、ですねもう一度ちょっとこの説明文を作っていただいたあの担当官として、ですねもう一度説明をいただけますか。 浅沼大臣官官房危機管理イム技術総括審議官お答えいたします政府の感染症対策における役割分担といたしましては、統括庁は司令塔といたしまして、各省庁における対応を一段高い立場で強力に統括すると、厚生労働省感染症対策部は、感染症対応の実務の中核を担う。 機構は、統括庁や厚生労働省に対しまして、その政策立案に資する科学的知見を提供することとしております。科学的根拠に基づいた感染症対策を推進していくために、統括庁と厚生労働省と機構が密接に連携することとしておりまして、具体的には、統括庁の幹部の内閣感染症危機管理対策官に充てられる厚生労働省の義務機関を結節点として、統括庁の指示を、厚生 労働省に迅速に徹底させるとともに、気候は統括庁や厚生労働省の求めに応じて、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供していくこと等としております。このように、そんな取り組みによりまして、統括庁、それと厚生労働省、さらには気候とが常日頃から密接に連携して、対策に邁進していきたいというふうに考えております吉田恒彦君。 ありがとうございますあの確認なのでそれで結構です。それでは次にです、ね、あの地方衛生研究所等との位置づけと連携について、ここは佐原健康局長にではお伺いをしていこうと思います。えー、先ほどお話した役、ね、所から厚生労働省から頂い,いたペーパーによると、地方公共機関の役割は、1つ、都道府県や保健所設置士等は感染症法に基づき、予防計画の策定や発生届等の情報収集などを行い、地域の感染症対策を実施する。2つ 都道府県等は専門的な知識・技術を必要とする調査研究や試験検査等を実施するために必要な体制の整備を行う。三つ目に有事においてインフル特措に基づき国が定める基本的な対処の方針を踏まえ、都道府県知事が地域の感染状況等に応じて講ずべき対策を実施することを基本することであり、一方で、地方衛生研究所等の役割は、一つ、地域における感染症等の調査、研究、試験、検査等を実施する。二つ、国立健康危機管理研究基本に対し、 検体の提供や地域の感染状況の提供等の協力を行うとされていますね、えー。そこでこの法案の中で、地方衛生研究所等の位置づけと連携について、日本版 CDC との対比の中でお聞きしたいと思います、えー。新型コロナウイルス感染症への対応について、その設置が都道府県等に委ねられている地方衛生研究所に対しては、法令上の位置づけが不明確であり、 新型コロナウイルス感染症の発生初期の段階において、地方衛生研究所における検査代は十分でなく、その能力拡充も知識として進まなかったという指摘がありましたよね。はい、そしてそれを踏まえて、令和4年の地域保健法の改正では、地方衛生研究所の機能について、1、調査研究、2、試験検査、3、情報収集、分析提供、4、研修指導と法定化されましたね。 まずこの方法案について地方衛生研究所等について法令上どのように位置づけられることになるのか佐原局長お答えください佐原健康局長お答えいたします、えー、昨年12月に成立しました改正地域保健法におきまして保健所設置自治体に対し地方衛生研究所等の機能,機能を確保するために 必要な措置を講ずる責務が定められましたけれども、その改正法案の付帯決議におきまして、地方衛生研究所について、法律上の位置づけを明確化する,と,するとされたことを、また、国立健康危機管理研究機構の設立に伴い、地方衛生研究所と新機構との連携を強化する必要があることを踏まえまして、本法案では、 地域保健法第21条第1項に基づく業務を行う機関を地方衛生研究所,と地方衛生研究所等と定義付けた上で、地方衛生研究所と新機構との連携規定を設けることとしております吉田恒彦君あの。今おっしゃいましたけどね、局長あの、連携規定、だから連携どのように通っていくか、そこをもうちょっと具体的に簡潔におっしゃってください。原健康局長 はい、お答えいたします。あの本法案では、えーえー、新機構と地方衛生研究所との連携強化を図るために、えー、まず機構の業務としまして、えー、国際的な知見や全国的な感染状況の提供、そして、えー、地方衛生研究所等の職員に対する検査技術の向上を図るための研修。 そして地方衛生研究所等へのゲノム解析技術などの技術的支援を行うこととするとともに、これは地方衛生研究所に対しましては、あの地域保健法の方で、機構が実施する検査結果や感染情報などの情報収集への協力義務や、機構が実施する研修等職員に。連携,連携,連携、はいい、はい、すみません。確具体的に あのえー、とこの、えー、と地方衛生研究所ではあの、機構が実施します検査結果でありますとか、感染情報などの情報収集への協力義務、あるいは機構が実施する研修等を職員に受講させる努力義務、こういったことを課すこととしておりまして、連携を強化していくこととしております。 田君委員長、は今の聞いてわかんないですよね、連携、同じ説明を繰り返してるだけだし、その連携をどう取るかということはすごく、これ、一番大事な部分ですから、局長ね、ちょっとまあ先進んでいきますけど、いい答えがあればね、ちゃんと答えてください、いやまだいいですあの,でねあの今、研修等ということをおっしゃって、一部答えていただいてるんですけど、地方の衛生研究所等は地域において人員の体制能力に差がありますよね。 でまあ、今回の改正によって、あのーまあ、国による調衛生研究所等の体制整備に関する援助の規定が設けられますよね、えー、政府としてはです、ね、まあ、どういった支援、さっき研修とかいろいろおっしゃってますが、ここ、数とかね、質、まあ、質は研修等によって担保するのですが、数とか人員強化はどのようにこれ、やっていくのか、さる局長、お答えくくだだささいいい <laughs> 委員長止止めめてて答えられなください。 田原健康局長。はい、ご礼いたしました。えーはいあのえー、と昨年あの12月に成立しました、えー、地域保険法においてあの、えー、地方公共団体における、えー、地域保険対策に関する調査、研究、試験、試験と、それから、あ 試験、検査等を行う検査体制等が円滑に実施されるよう、国が必要な助言、指導、その他の援助の実施に努めるものとされておるところでございます。はいはい、そしてあのあ、国としての、えー、と支援としましては、えー、地方衛生研究所の体制を強化を図るために、例えば令和5年度におきましては、 地方衛生研究所職員を全国で150名増員するために必要な地方財政措置を講ずるとともに、令和5年度予算におきましては、地方衛生研究所等の検査能力の向上、情報収集等の機能強化のための訓練に関する財政支援を盛り込んだところでございます。あのこうした えことも行いながら、自治体の声も聞きながら、引き続き必要な支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います吉田恒彦君あの。最後、ありがとうございます最後は少しかみ合いましたけどなんか、佐原局長にしたら、すらしくちょっと答弁が不安定だったなと思いましたが、さらにじゃあ、局長、最後にです、ね、この今後の在り方をちょっともう一度確認をさせてください、地方遠征研究所とは現在は多くの保健所設置地方自公共団体に置かれていますよね、ただ、法令上の設置は任意ですよね。 えー、しかし、政府の進める感染症への対応力の今回の強化の観点、今回の本法案の趣旨を鑑みれば、地方衛生研究所等を筆置機関とすべきという意見も当然ありますよね、筆、え、置、ー、機関とすべきではないでしょうか、まずそれと、まあ、今回の法案で地方衛生研究所等を筆置機関と、逆にしなかった理由と、お地方衛生研究所等の今後の在り方をどのようにお考えなのか、最後に確認させてください。原健康局長 はいえー、とまず地方衛生研究所、保健所等と連携しながら、地域における科学的かつ技術的中核機関として、地域保険に関する調査研究を行う機関でありまして、保健所を設置する自治体において、必要な体制をしっかりと確保することが重要であると考えております。であのえー、一方ですねあの、えーと、中核市や特別区などあの、えー、都道府県や政令指定都市と比べまして、人口規模や財政規模の小さな 保健,所設置し保健所設置自治体におきましては、必ずしも単独で地方衛生研究所等の整備を求めるのではなくて、都道府県や政令指定都市の大きな地方衛生研究所等との連携により、全体としてその機能を確実に確保することが重要であるというふうに考えております。このため これはの地方公共団体の自主組織権を尊重すべきとする平成9年の地方文献推進委員会の勧告も踏ま,えまして踏まえつつ、昨年12月に成立しました改正地域保健法において、保健所設置自治体に地方衛生研究所の機能を確保するために、必要な体制整備の措置を講ずる責務規定を設けた上で、 地域保健法の基本指針によりまして、都道府県や政令指定都市においては、地方衛生研究所等の設置により、自ら体制を整備するとともに、その他の保健,保健所設置自治体においては、自ら体制を整備することが困難な場合には、都道府県内の地方衛生研究所との連携を図るよう求めたところであります。これは引き続き続都道府県単位で しっかり体制が確保できるように努めてまいりたいと思います吉田常彦君あの局長、途中から何回も同じことをおっしゃってるんですがあの、ですから、趣旨はわかります、だからその趣旨を実現するためにね、隣の中核市との連携をどのように強化するかということをこの際聞いてるんです、ちょっと簡潔にそこだけあの、もう一度言いますよ、今おっしゃった趣旨はよくわかります、だから逆にそこなんですよ、ポイントは。中核市のとその 自治体、あの、まあ、基盤が脆弱と申し上げていいのかわかりませんが。自治体との連携をどうするかが肝になるわけですよ。おっしゃってる趣旨からです。そこをどうするのかって聞いてんの、るそこだけ答えてください。沢原健康局長。はい、あの、これにつきましては、地域保健法の、基づきます。基本指針の中で、えっ、ー、と、各、あの。 都道府県のとあるいは政令指定都市、それから中核市、保健所設置市、こういったところでの,そのえー地方衛生研究所の機能をどういうふうに連携していくのかということをしっかりと,あのえと明記していくと、またその予防計画の中で、そういったものについて、計画をしっかり立てていくということとなっております。 吉田財君まあちょっと、あの多分考えないんですよね、具体的に、だからそこはです、ね、明記されるんだったら、明記をしっかりしていただいて進めていただかなきゃいけないです、ここ、だって肝のところですよね、あのまあ、お答えをあ考、ね、我々あの受け止めて鑑みると、ちょっとそこは多分しっかりとした準備ができてないのかなと思いますので、そこはしっかりお願いします。 ね、全然だめとね。あの中島委員からも声が出てますのでね。お願いします。そこは本当に大事なところだと思います。はい、では次行きます。もうあのえっ、ー、と浅野審議官ではちょっとまだ聞いていきましょうかね。はい、あの大臣でも結構ですが、テクニカルの部分はもうあの審議官からで、絵本は先ほど述べたとおりですね。感染症の調査、研究医療の提供、人材の養成等を行うとともに、感染症危機の発生時に疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し、科学的知見を提供できる体制の強化を図るための感染症等に関する。 新たな専門家組織の創設を目的にしてますねだとするとです、ね、当然、方法案の策定にあたって、企学調査から臨床研究までを総合的に実施する機関や、それをサポートする機関として、政府内の準備段階で、一昨年6月のワクチン戦略に関連する a メド内閣官房の健康医療戦略室、および大学、 文科省経産省等からの意見をお聞きする必要性な,などがあったと思いますがこれらの組織がどれくらいどの程度協力してくれたのか勝手を教えていただけますか浅沼総括審議官お答えいたします法案につきましてはあの他の法律案も同様なんですけれども法案作成過程におきまして今議員からご指摘の省庁も含む関係省庁 協議調整を行った上えで、閣議決定をして国会に提出したところでございます、まあ、具体的に申し上げますと、法案の準備におきまして、例えば、先ほどお名前が挙がりましたけれども、政府の健康医療政策に基づく研究開発との関係では、内閣府健康医療戦略推進事務局、大学との関係では文部科学省、 研究開発支援との関係では、経済産業省と必要な協議、調整、あるいは連携を行ってきたところでございます。今後は気候が質の高い科学的知見を獲得していくためには、こうした関係省庁や他の研究機関、大学等と連携しながら、調査・研究を行っていくことが重要であると考えてておりりりまます法法案法案が成立いいたたしますれば令和7年度以降の施工に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 吉田恒彦君ありがとうございますえ次は関連なんですが、ガバナンスのことなので、大臣にお伺いしたいんですが、先ほど内閣感染症危機管理統括庁、中央衛生研究所等との連携について、それぞれお伺いしました、なかなか後者に関しては少しあのまだ大駒に根ものが挟まったような局長の答弁でしたが、一方で研究機器管理研究機構がその目的を果たすためには、まあ、実務面での司令塔である必要があるわけですよね、大臣。 であるならば、設立後はですねこれらの省庁、機関に対してガバナンスを聞かせていく必要があるわけであります。まあ、どのようにガバナンスを聞かせていくのか、現時点で想定される限りで結構ですので、具体的に大臣、答弁いただけますか加藤大臣。まず、先ほどの議論の中で、あのちょっと知、知恵圏との関係ですけれども、まあ、大事なことはその、きょ 現在、どういう国内国内の感染状況がどうなっているかということを共有するということがまず大事でありますから、気候から必要な情報を提供するし、また地方の状況を上げていただく、これはまず一つ大事なこと、それからもう一つは、地域の状況を把握するためには、研究指示調査し、あるいは試験検査をしていただくわけでありますから、それに必要な機材等。 また人材的な対応力、これを上げていただく、これを逆に言えば、気構が支援をしていく、そういったことを通じて、全体として科学的知見を得る基盤を強化し、そしてそれにのっとって、政府側にいろいろとそれを提供していただいて、より的確な 政策判断、対応していく、まあ、こういったことを目指していきたいというふうにまず考えております。その上で、今の研究機構との関係でありますが、あの法律を作る段階では、先ほどお説明をさせていただいて、それぞれやり取りをしてきたわけでありますが、ただ、その機構自体は各省庁や他の研究機関等にしてガバナンスをする。 立場聞かせる立場にはないというのは、これはも法文上明らかでありますので、まあ、今後、科学的根拠に基づく感染症対策していくためには、まあ、気候、しかし一方で気候が質の高い科学的知見を獲得できる、これは大変大事なことでありますので、まあ、関係省庁、他の研究機関、大学等も連携をしながら、調査、研究を行っていくということが、まず必要だと思いますし、また一層、関係省庁との連携が図られるよう、厚労省としてもですね、 多分ん、気候の創設は令和7年度以降になるというふうに想定をされておりますけれども、そこに、施行に向けてです、ね、どういった形で連携が取れていくのか、これ、しっかり取り組みたいと思います吉田恒彦君。 作られることによって得られる効果を具体的にですね、えー、佐々木審議官にでは聞いていきたいと思いますもし新型コロナが2020年に蔓延し始めたときにもしこの日本版 cdc が存在していればどういったことができたということこれが非常にわかりやすい例示になりますので聞いていきます今回日本版 cdc 創設にあたって感染症危機の発生時に医学調査から臨床経験まで総合的に実施科学的知見を提供できる対操強化を図るための感染症等に関する新たな専門家組織 が求められた繰り返しになりますが、そう書いてあります。そしてそのような科学的知見というか、まあ、情報提供できずに国、日本国内での前を許してしまったのではないかと考えられる事例について、お聞きします。まず最初は2020年の中国の春節対応です。2020年12月1日のダイヤモンドオンラインの新型コロナの感染爆発は中国の春節で起こったという記事の中で、中原圭介氏の、えー、疫病と投資という、 書籍の中で次の中次ようなな引用がなされています SARS や MARS は世界全世界に拡散されることなく抑え込むことができたのになぜ COVID-19 は世界中に広がってしまったのでしょうかその要因は SARS が流行した2002年から2003年や MARS が流行した2012年当時と比べて現在は中国を中心に 海外旅行で往来すする人々の数が圧倒的に増ええたためだと考えられますウイルスの広がるスピードが格段に上がり、感染の連鎖を断ち切るのが難しくなったのです。さらに次の引用を言います。それに加えて、中国が当初から、SARS のときと同様に COVID-19 の感染拡大に関する情報を隠蔽したため、他の国々の対策が遅れてしまったという要因があったのも否定できないでしょうとし、結論として次の引用をしています。 もっと言えば、WHO によるパンデミック宣言が遅れたことも、世界的にウイルスを拡散させた原因の一つと考えられます。COVID-19 に関して、WHO がパンデミック宣言を行ったのは2020年3月11日のことでした。しかし、2020年の中国の春節は1月24日から30日で、この期間が大型連休になることから、発生源と見られている武漢に住む人も含めて、大勢の中国人が海外旅行に出かけてしまいました。もっと早い段階で WHO がパンデミック宣言を出し それによって中国から海外への旅行などをストップさせていればここまで感染が拡大することはなかったと思われますこの2020年の春節の際には前年からすでに中国国内では新型コロナ感染症の蔓延が始まっていたにもかかわらず約700人が海外に旅行でいたとされその最も人気の旅行先が日本であったとされていますさらに北京の日本大使館のホームページに安倍晋三総理の 中国向けの縮小を載せていたという点も問題点として指摘されていました、そこでお聞きしますが、もし当時、今回、設置された日本版 CDC があったとすれば、どのような対応ができたのか、何が変わるのか分かりやすく例示してほしいと思いますが、いかがでしょうか<上>佐々木大臣官房、生活衛生食品安全審議官。2>, 2点お答えいたします。新型コロナの発生当初では、いかにその情報、知見を収集するか、これが極めて重要でした。 よって、この国立健康危機管理研究機構がもしあったとすれば、その情報収集においては、この機構には国際医療協力に関する機能があります、つまり海外のネットワークがあるので、発生国、その周辺国からも情報を集めることができたとで、それによって効果的に収集された情報知見をもとにして、水際対策を担う検疫所での対応が行うことができただろうと、これが1点目です。で2点目ですけれどもあの、この時期に政府は武漢市在住の法人の帰国支援を行いました。 でその際には、国立国際医療研究センターで健康を確認だとか検体の採取を行いました、これはあの理事長にお願いして実施していただきました、でその検体の分析は、国立感染症研究所、施設と医機関としてそこで担うと、こういう二股に分かれて、一連のオペレーションを行いました、これが同機構が一つになることによって、一連のものがスムーズに一つの組織としての対応が可能になるということが、まあ、もしあれば可能だったということになります。 吉田恒彦君ありがとうございますよくわかりました、さらにお聞きしますが、今年の、えー、春節期間到来を前にです、ね、中国本土からの直行旅客便による入国者に対して実施できたサンプル検査が行われてきました、この検査実施に関して、日本版 CDC があった場合、いかかがだったでしょうか<上>佐々木新議官 お答えいたしますこちらについては約3年の知見の収集がでされていました、でまあ、検査がということで申し上げますと、まず検査そのものは、今回の各検疫所が行って、であの陽性判定とかは行いました、一方で、国立感染症研究所、まあ、新たに同機構になるわけですけれども、ゲノム解析については、ここに一元的に集約を行ったということでございます。ですので、今回のこのオペレーションについては、新しい機構ができても同様のオペレーションを行ったものと考えております。 吉田彦君ではですね、ダイヤモンド・プリンセス号への対応についても伺います、日経新聞のオンライン2021年2月3日に、対策が推し早ければ公開、クルーズ船集団感染1年という記事が掲載されています、この中でダイヤモンド・プリンセスでは、乗員局3711人の約2割に当たる710人が感染し、13人が死亡した、前ラのない豪華客船でのアウトブレイク、当時の乗客・乗員は未知の感染のリスクを軽視していたと振り返る、生活は通常どおり、まだ誰もコロナの恐ろしさは分かっていなかった。 えー、等々書いててありましてちょっと時間ないんであれなんですが、まあ、あの全体的にやはり、ですね、まあ、配膳が1日3回されている乗客と接客する機会があるのに、まあ、体調を崩して休む乗員と仕事をれ続ける乗員が相部屋だったとかですね、さまざ、あ、まオペレーションの問題があったわけであります、このように、まあ、事業者の対応、政府の対応にも問題があったと指摘されているわけですが、えー、もちろんダイオン・トゥルンセスは英国船籍で、ね、船会社は、 米アメリカの企業で国際法上感染症対応に関して、責任を所在が曖昧だったことも理解しますが、そので、もし当時、日本版 CDC があった場合、同様の事案に対してどのような対応ができたのか、どのように何が変わったのか、分かりやすく例示してください佐々木審議官。お答えいたします。の先ほどの知見 治験等の不得に加えて、これは大規模なオペレーションをどう行うかということがございました。でそこで2点、疫学や臨床について、まあ、この機構があれば効果があったと考えます。で、1点目は、その多数の乗客乗員に対して疫学調査をきっちり行うと。これによって公衆衛生的な知見を整理して、国民や海外への発信が可能となったのではないか。で、2点目は患者さんの治療を行う医療機関、これ、複数、多数に分かれました。で、これらの医療機関に対して臨床上の留意点を具体的に提供するとと,ともに、 今度はフィードバック、治療経過やゲノム等の解析の結果を含めた情報を集積することで、より具体的な診療ガイドラインの作成改定などの学術的な情報発信や国民への説明が可能になったものと考えられますで。もう一点加えたいと思います。委員からは先ほど来、この機構と他の機関とか、感染症に対して一つのチームとして対応できるのか、連携できるのか、チーム組成ということでご指摘いただいていますで。このダイオモンドプリンセス号でも DMAT ですとか、 また関係学会、大学からの人材、まあ、それぞれの異なる所属からを一つのチームとしてということがありました、この同機構がになっている、まあ、そことの人材が、こういったチームを組成していく、チームブリーディングのリーダーになっていくと、こういった役割も果たせたのではないかと考えております吉田恒彦君、ありがとうございます、まあ。もうちょっと議論したかったところなんですけどちょっと時間がなくなってきてしまったので、あの簡単にお伺いさせていただきました。 えーとではここからですねあの、まあ、概要をちょっと確認をさせてください、えー、この国立健康危機器管理研究機構の予算規模ですが、まあ、ここ、どのように想定しているのか、す、ま、で、あ、にあの、ね、アメリカの CDC と比べてかなりもう額が小さいだとか、そういったことも。 言われているわけですが、統合される感染検と国際医療センターの予算と比較してどのような想定になっているかを確認させてください。大臣お願いします。加藤大臣、私あの機構の予算具体的な組織構成人員については、まあ基本的にはまずはあの現在の国立感染研究所と国立国際医療研究センターの部分を <laughs> しっかりと引き継ぎながらです、ね、ここで申し上げているように、その特性を生かし、基礎から臨床までの一体的な研究開発などの機能強化を図っていく必要があります。そうした期待に応えるために、どういう部署にどういう研究者を配置、予算と人員をどうするか、これはこれから併せて、先ほど申し上げた令和7年以降の創設までにです、ね、しっかり検討していく必要があるというふうに考えています。 吉田恒彦君ちょっとまあ本当に時間がなくなってしまったんで、まあ昨日伊佐先生とですね,ね、自転車で通勤される伊佐先生とお会いしたので,です、ね、まあ、伊佐先生にも一問と思いましてです、ねあのー、この日本版 CDC におかれる研究機関について、伊佐副大臣に聞きたいと思います、まあ、この研究機関と日本版 CDC の位置づけ、それをどのような組織にしていくかっていう、まあ、非常に重要ですよね。 まあ厚生労働委員会などで、今でも私も質疑を行ってまいりましたが、ブレーンサーキュレーションの問題で、日本にはそのような国際的な人材を競争して獲得する器がないということをしばしば指摘しています、で今回、感染研の国際医療センターが統合されるにしてもです、ね、緩和の書き換えになっちゃいけないですね、副大臣。そうするとです、ね、この日本版 CDC の中の,その研究機関の位置づけがまずどうなるのかを簡潔にお伺いします伊佐副大臣。 えー、研究機関の位置づけ、まあ、この今、あの委員おっしゃっていただいたとおり、とにかく機構が質の高い科学的知見を得るという必要が大事だというふうに思っておりまして、まあ、そういう意味では、その国内外から最先端の研究を行っている人材とを確保していく、まあ、そういうような機構の研究部門にしていきたいというふうに吉田賢被告、繰り返し私もいろんな委員会で言っていることです、この日本の研究機関のもう欠点は、やはりポスト、魅力のあるポストではない。 数もそうだし、給与、待遇もそうだと、やっぱり短期間で結果を出すと言われても研究者なかなか難しいところがありますし、そういったところですね、だから優位な人材をこのどれくらい日本版 CDC で獲得し,ているのしようと思っているのか、で国籍を問わず優位な人材を獲得する手段として、ポスト、待遇、どのように考えているのかをお答えください伊佐副大臣、例えば報酬給与、処遇というものをどういうふうに考えているかということですが、この法案の中におきましても、 例えば報酬給与をこの定める際には、国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性を考慮するという規定を盛り込んでおります。えー、そしてまたま、具体的にじゃあ、その採用人数でありますとか、その予定のポストがどうなるかということについてですが、ここは先ほど大臣の方からも答弁させていただきましたとおり、この新しい組織であるこの機構にどのような部署を設置するかとか、あるいはそれぞれの両機関の どういうふうにその部署を統合していくかとか、そしてまたその部署ポストに適任の人材の確保について、その能力や研究課題を踏まえて、検討していく必要があるというふうに思っておりましてあの、しっかりとこの機構が期待される役割が発揮できるように、えー、今国会での審議、また両機関の関係者、有識者のご意見も踏まえながら、えー、創設までに鋭意検討してまいりたいというふうに思っております吉田恒彦君、伊佐副大臣、その額なんかですね、例えば給料なんかは、誰が決めるの ですかね誰が決められるのか、いや、もう本当に国益にかなう人材だったら、1億出してもやっぱり欲しいわけですよ、アメリカの私がいたジョンズ・ホップキンスの教授って、やっぱりまあ1億円以上はさらにもらってますよね、誰がそれを決めるのか、まあ、アメリカだとチェアマンが決めたりしていくわけですよね、それど、もう一簡単に伊沢副大臣あのもちろん予算の範囲内でということになると思いますがあの、理事長が決めることになります員長が、はい、吉田恒彦君。 議長の権限で決めることができるという理解でよろしいですね。わかりました。ありがとうございます。まちょっと最後時間になりましたので、まあ、日本版 CDC と言われても何ができて何ができないかわかりにくいという指摘が10日の与党の質疑でもございましたですね。えー、まあ、終わりですので、まあ最後健康危機管理研究機構という名称からすると、もしかしたらですね、政府の皆さんは米国の CDC ではなくて。 英国でパブリック・ヘルス・イングランド、PHE を改組して、まあ、数年前に設置された UKHSA、ヘルス・セキュリティ・エージェンシーを意識したものかとも、私も思ったところであります。仮にまそうであった場合は、まあ、英国政府のホームページにあるです、ね、情報をより簡潔に、明確に、迅速にということですね、ゲームラブ、ザベストプレイストゥファインガ i ブメントサービ n m ン n t s e r v i c ン s ン n d アラ f o r m a t i o となっていると思いますが、 この機構でもですね、ぜひ実践していただくことを強く要望してですね、私の質問を終わります。ありがとうございました。